どうも、中田篤子ですということで。さあ、今日も早速参りましょう。エクストリーム現代社会、40代から手に入れる最高の生き方へ <laughs> 待ってました。さあ、ありがとうございます、えー。40代から最高の生き方を手に入れれるとしたらあなたは聞きますかはい、聞きますということなんですよね、えー。ちなみに私、現在40歳でございましてですね、最高の生き方手に入れたいぞと思ってですね、今回の参考物件こちらでございます。ありがとうございます。 いやあの40代から最高の言い方って手に入れれるんですかということなんですけども結論と言いますか私の実感からするとですね手に入れれるこれなんですよね手に入れれそうだという雰囲気が僕自身もありますしこの著者の本を読んでですね確かにその通りだと思いましたので現在40代の方もしくは20代30代の方もですね非常にあ 人生ってそういう風になってんのね。というところがスッキリしますし、なんせ40代以上、50代、60代の方もですね、改めて40代からの生き方を見直すことでですね、今からでもちょっと修正してみようかな、ということがあると思いますので、ぜひぜひ聞いていただければと思います。まあ、ここが面白いんですけどね、なんとですね、人生は、もうこの本はこういうところから始まるんですね。40代から花開くようにできているんです。と書いてあるんですね。えーと。 そうだったんですかと。私のピーク小6なんですけどもっていう方いますよね。小6でピーク迎えてたんですけども、どういうことですかということなんですけども、これなんで40代からね、花開くようになってるかと言いますと、慣れてくるから。確かにっていうことなんだよね。一通りのことを経験し終えるのが40代からなんですよ。 いやー、何もかも初めてだったね。初めて人を好きになった10代。ねーえ。初めて社会と向き合った20代。ねーそして大きな挫折をー味わい、経済力であるとか、社会的な影響力であるとかと、そういうものと向き合った30代。ねーそれをですね、この著者はこう言ってるわけです。研修期間だったのだと。ほー、なるほどね。 確かに考えてみれば、初めてのことが多すぎたんですよ。20代、30代ってのは。もちろん10代はそうですよ。ですが、10代が青春時代で、もう20代から大人ですっていう認識だった。割には苦しかったと思いませんかそうですよね。私もその通りです。大学生。そこからもう在学中にデビューして。 芸能界入りました。20代はスーパールーキーと言われたオリエンタルラジオ、武勇伝、武勇伝と言いながらですね、随分と違和感を持ってたもんですよ。なんで一回りも上の先輩と比較されなきゃいけないんだ。 そこから30代になって実績を出したもののまだだ。焦るな。なんて言われてですね。自分のやりたいようにはなかなかやらせてくれない。実績は積んでるんだ。実力はもうあるんだと言いながらもですね。まだ焦るんじゃない。もう少し待て。なんて言われてですね。自分の自由にできるのはいつなんだ。まだなのか言いながらですね。なんと私40歳になってるんですね。そして焦るな。焦るなと言われた。7、8年前からもうすでに。 ねえ。もう、時が経ちですね。気づけばですね。やりたいことをやれるようになっているんです。あ,あれってって早かったのかな遅かったのかな私迷ってました。そしてこの本読んで思いました。うん、うん、ちょうどいい。そうなんだよね。あの、そういう風うにできてるんだね、人生がね。うん。40代ぐらいでちょうどやりたいことができてくるし、 なんか、なんか、あんまりこう、なんかその、ギスギスしないというか、違和感がないというね。20代なんて、やれ、やれないことしかないんだから。社会に出たものの子供扱いですよ。30代、やきもきすんだよね。で、40代なんかできるようになると。もちろん今現在40代の方でですね、いや、できてないんですけどという方は、置き去りにしません。いいですか 40代でもしやりたいことができてないとしてもですよ。もしかしたら30代のうちからやりたいことができるようになりたいという方もですよ。ポイントがあるんだと。このポイントを押さえればですね、そこに近づくスピードが速くなる。なので、ぜひここを押さえておいてほしいんだということをですね、今回言っていきたいということですね。まず共通認識として、人生は慣れてからが勝負なんだよと。 一巡して研修期間終わりました。じゃあどうするこれから衰えていくっていうビジョンの方はものすごくもったいないよと。つまり40代だ。もう俺たちはいい大人なんだ。というかおじさんだ、おばさんだって考えてですね、もう衰えるしかないんだっていうビジョンはもう全く間違ってる。40代に初めて研修期間が終わってバリバリやれるようになるんですよ。という認識にまず改めていただきたい。その上で、この40代ではぜひこの3 つの余裕を手に入れていただきたいって言うんですね。三つの余裕。ねえ。聞きたいですよね。三つのほにゃららって言われたら大体聞きたいんですよ。ね三つの袋って言われたらでも聞きたいんですからね。<laughs> えー、給料袋、堪忍袋、お袋とかね、うん。もういいよっていうことですらまだ、な、何の袋だっけって聞きたくなるんですけども。三つの余裕のわけですよ。一つ目は、 時間。時間に余裕あったらいいですよね。二つ目が、お金。お金に余裕欲しいですよね。で、三つ目は、心。心に余裕欲しいですよね。はい。えー、どれもありませんっていう方手を挙げてください。ありで下ろしてください。ありがとうございます。ないんだよね。そうなんだよね。鼻からなかったんだよね。でもね、これ順番があるってご存知でしょうか 時間とお金と心、どの余裕から先に手に入れるべきなのかというお話なんですけれども、これは正解があるんですね。それは時間の余裕なんです。時間に余裕を作ることができれば、そこで副業、サイドビジネスですね。 今、会社員の方も、自営業の方もいろいろいらっしゃると思いますけれども、自分が今、本業としてやっているもの以外に、収入のポイントを作ることができる。それが副業、サイドビジネスですね。サイドビジネスにチャレンジをすることによって、二つ目のお金の余裕が出てくる。はい。そして、時間とお金に余裕が出てくると、自動的に三つ目、心の余裕が 生まれるんだ。そういうお話なんですよね。時間もお金も余裕がないけど、なぜか心は余裕ですっていう方は、これ、仮そめの余裕なんだよね。だってお金ないんですよね。ないですよ。時間ないんですよね。ないですよ。心に余裕はあります。仮そめです。ある気がしているだけだと思います。なぜなら時間と金がねえからです。 時間と金がねえけど、なんだか心が余裕ですって人は、もしかしたら何か、えー、逃避的な行動をしてるかもしれませんね。逃避行動をしている可能性がありますね。先ほどからストロングの酎ハイを3本開けていたということで気づくかもしれません。なんだか心に余裕があるね。<laughs> でもなんかもう、もうフラフラしてるというね。それはやめてくださいと。順番としては時間からなんですよと。これも非常に面白いですよね。この時間に余裕を作って、 お金に余裕を作って心に余裕を作るという非常にシンプルな流れこれがすごく重要なんですねこのシンプルな流れを作るということができれば40代は恐るに足らないと最高の生き方を手にできるんだということなんですよ何から手につけていいか分かんない状態を出してきましたよねまず時間に余裕を作りたいんだ じゃあどうするんだその方法を今回は詳しくお話ししていきたいということなんですね。いやでもちょっと待って中田さんと。ね、ここまで聞いて時間に余裕を取る行動を作りたいなと思ったけれども。でも時間が今余裕がないわけだから。時間に余裕を持たせるための何かにチャレンジする、そういうですね、ことを後回しにしちゃいたいんだと。後回しなんだという方。ここポイントなんですけどね。40代です。 40代で絶対にやんなきゃいけないこと。それはやりたいことをすぐにやる。これです。やりたいことをすぐにやってください。皆さんはもう未熟ではないんです。なぜなら研修期間は終わったんです。何をもってして一通りのことを経験して。そうですよね。人を好きになることも、人に好きになられることも、人を嫌いになることも嫌われることも、人を信用することも裏切られることも、 一通り経験してきたわけです。税金のことである、給与のことである、社会のことである、一通り何かしか経験してきたと思います。そのことをもってして皆さんは研修を終了している。それが40代です。ですから40代に、これはもうないんです。まだ早い。これはないんですよ。まだ早いはもうないんです。40代になってるんです。もう、木は熟してます。やりたいことはやりましょう。 じゃあもう一つ逆の言葉も浮かんできますよね。それがもう遅い。これなんですよ。20代だったら俺,だも俺もチャレンジしてんだけどな。30代だったらチャレンジしてんだけどな。はい。言い訳です。お疲れ様でした。それはもう言い訳なんですね。まだ早い、まだ早いと言いながら過ごした20代、30代。もう遅い、もう遅いと言って、あと40年過ごすつもりですか ?50 年過ごすつもりですかそうですよね。 まだなんと時間はあるんですよ。しかしチャンスはどんどん減っていく。もう遅いと言っている間にやるしかないんですね。40代もうこれ今40代は全てのやりたいことを思いついた瞬間にやるタイミングこれが40代なんですよ。思いついたいやりたいその瞬間に一番エネルギーが高まってます。なのでやりたいなと思ったらすぐやってください。 歌いたいな歌ってください。踊りたいな踊ってください。映画描きたいな書描いてください。そうなんです。旅に出たいな旅に出てください。行きたい場所があるんですよね。あの国に行きたいな行ってください。すぐです。パスポートですぐで飛行機でビュンでございます。ねでもまだ英語力が不安だから、いつまで英語を勉強するつもりですかもう十分チャレンジしましたよね、英語に関しては。 それで今この実力ならもう飛びましょう早く見に行きましょう世界をそしたら気づくんですさほど英語は関係ないということあらゆるテクノロジーが旅行ぐらいできるというふうにしてくれるわけなんですよねえ踊っていいじゃないですか歌っていいじゃないですか絵描いていいじゃないですかビジネス立ち上げたらいいじゃないですかどうしてそれがまだできないんですか いや、俺、まだ早いから。研修期間だから何度も言います。研修はもう終わっております。人生の大体は経験し尽くしております。ここからが本番。むしろ、ここからが勝負でございます。勝負だっていうタイミングですね。練習したいっていう、そういう競争馬がいたらどうしますかパパラパパ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 ーンって入った時にですね、まだ準備体操してる馬。もうちょっと待ってください。もうすでに走り出してます、みんな。それが40代です。 もうすでに違うんですよ。マウンドに立ってから肩を温めないでください。もう肩を温め終わって、もう皆さん大歓声の中マウンドに上がった。それが40代です。もうすでにトレーニングも終えました。野球についても知りました。肩も温まりました。さあどうぞと言ってリリーフ界に乗って大歓声の中登場したのが40代のあなたです。 もう遅いかなじゃないんです。今なんです。まだ早いかないや、今なんです。今しかないということですよね。そんな中で、やりたいことやるんだ。いや、でもあれもやりたい、これもやりたい。でもこうしたい、ああしたい。どうすればいいんだろうああするかこうするか。重要なことがあります。それは、シンプル is best。こういうことなんですよね。シンプルなものが最強である。はい。 自分の行動原理を複雑に持っていらっしゃる方はですね、常にその都度迷わなきゃいけないんですね。なので、とてもシンプルな考え方を自分の中に持つことと、シンプルにそれを表現すること。これを習慣づけていただきたいということなんですね。えー、私もですね、まあ、いろんな言葉あ言っています。で同じようなことずっと言ってたりしませんかね。長田敦彦の、まあ、有名なセリフと言いましたら、 人は何者にでもなれる。いつからでも。これですよね。座右の名は、全言撤回だ。そういうことですよね。そういうこと言ってます。シンプルですよね。でも、このシンプルな自分の行動原理というのが、最強なんですよ。なぜなら、何か起きたときにですね。う今から、YouTuber になれない、なれる、なれる、うう人は何者にでもなれる。いつからでも。そうだよね。よし、やってみようと。え,ーえ、でも、この作戦うまくいかなかったな。よし、全言撤回だ。 もうう回チャレンジしようそういうことですよねそういうふうに自分の中でシンプルな原理を持っておくことですごく強い軸ができるということなんですね。そしてそれはシンプルであるがゆえに人にも伝えやすいんですよ。あなたの人生の指針は何ですか行動原理は何ですかと言われた際にですねああする場合はこうこうする場合はこうああする場合はこうという複雑回帰になっていたら人に説明することもできないわけですね。 ですが、自分の中でシンプルに入れ押さえておくことによって人に伝えることもできるということなんです人は複雑なものを理解することはすごく難しいし何だったら、その複雑なものを使い続けることはとても難しいんですよなので、皆さんがお使いのスマートフォンも非常にシンプルにできてますよね 非常にシンプルに動くようにできてるからみんなが使える。あれをプロのプログラマーしか使えないようなものだったら今皆さんはスマートフォンを使い続けられないわけなんですね。それぐらい自分というデバイスをシンプルに使う OS を入れとかなきゃいけないんだということでございます。そんな中でシンプルコツコツこれですね。いやもう耳が痛いよとコツコツ努力しろと何度も言われたけどもそれができないんだと。 いう皆さんね。それはですね、コツコツ努力のする仕方というものが間違っていたからあということですよね。いろんな複雑なものをコツコツやらなきゃいけないと思いかもしれませんけども、そうではない。そのコツコツやる努力というものを一度しっかりと考えたら、それをシンプルにルーティンしていく。それだけでも大きく人生は変わる。皆さんは焦っています。皆さんは今までの人生で、 思い通りにならないことが多かった。今自分のいるポジションがちょっと思い通りじゃないという焦りが根本にあります。なので、シンプルでコツコツした努力というものが、その自分というものを逆転させてくれるということに信じられないんですね。もっと何かトリッキーなことをやって、大逆転をかまさなきゃいけないんじゃないか。映画、カイジの世界ですよね。一発逆転ゲームだということで、謎の船、エスポワールに乗って謎のゲームをやることによってしか、 人生は逆転できないんじゃないかと思ってる。でもしか違うんです。人生の一発逆転ゲームなんてないんですよね。逆転するシンプルな方法が、コツコツ努力すること。どこに向かって今やりたいことに向かってです。今やりたいと思ってることに向かって、それのために何をすればいいのかをシンプルに解析し、そのシンプルなものを毎日コツコツできる分量をやる。それだけなんですよね。 ですがそれがあまりにも成功法すぎて信じられないんですよ。そんな成功法でこれから逆転できるの。もう私だいぶと遅れ取ってるんだけど、あいつとあいつを追い越せられるの思うんです。だからやれない。しかし成功者はみんなシンプルな努力をコツコツやってるだけなんです。ユーチューバーでもそうですよね。とにかく動画を撮り、 続けている人間だけが勝利をすることができる。しかしそれがいかに難しいかを全 YouTuber を見ていただくとわかると思います。ある日突然その YouTuber は言います。動画の更新をやめさせていただきますと。なぜですかメンタルがやられましたと。そういうことなんです。やる目的を見失いました。メンタルがやられました。 もう私はやる動機がありません。もう疲れました。いろんなこと言います。ですが、彼らはすべてコツコツ努力し、アップロードを続けるという戦いで疲弊してしまった。できなかった。自分を信用することができなかった。ですが、見てください。これ中田敦彦を見てください。ねえ。5年間です。2019年から5年目になります。とにかく続けるんです。 中田敦彦の y o u t u b e だけ芸人のくせになんだ本の要約をしてるのか解説をしてるのかそれがお笑い芸人のする仕事なのか最初は言われたかもしれない。しかし、毎日毎日、毎回毎回、とにかくコツコツアップし続ける。どうですか ?2019 年、20年、数多くの芸能人 YouTuber が参戦してきました。しかし、もうその参戦の情報すら聞かない。 なりもの入りで入ってきた芸能人たちはアップロードをやめています。そして中田敦彦なんてと言っていた人たちが中田敦彦を追い越したんでしょうか登録者数で追い越したんでしょうか難しい話だった。それはなぜかコツコツやるということを信じられなかった。シンプルな出来事ができなかった。それだけだと僕は思います。特別な才能が中田にあったのかいや、そんなことはないだろう。と僕は思います。 ただ僕は信じてた。ビリーブしてた。必ずやり遂げると。YouTube 必ず動画撮ると。彼らは続けられないだろうと。なぜなら半信半疑だからだと。そういうふうに私は思ってる。だからこの YouTube 大学を見てご覧いただいている皆さん、私のことを信じていただきたい。 私が今しょぼくれていて何の実績もない男だったらもうこの言葉なんか聞かないでいいこんな動画を途中で止めているしかし私が何かを成し遂げている男だと思うのであればこの言葉を聞いてほしいシンプルにコツコツこれしかない夢を叶える方法はこれしかないんですもうこれしかないんです中田敦彦は無限に動画のネタを喋っているという思いかもしれませんがものすごいコツコツ勉強してるんです ただ一日を棒に振って本を読んでるんです。棒に振ってっていう言い方やめてほしいですけどね。棒には振ってないんですよ。一日を費やして本を読んです。皆さん僕のことを速読術のマスターだと思っている方たくさんいます。どうやったらあんなにスピーディーに本が読めるんですか言います。はっきり言いましょう。私は皆さんよりも本を読むスピードは遅いです。断言します。皆さんより遅いんです。なぜかメモを取りながら読んでるからです。 メモを取りながら読むと普通に読むよりも2倍も3倍もかかります。しんどいです。腰も痛いです。腕も疲れます。しかし、そのことによって説明するまで読み込むことができるんです。理解することができるんです。何にも近道はありません。 どうしたら本をそんなにすぐ咀嚼できるんですか私は読んでも読んでも頭に入ってきません。だから YouTube 大学でお世話になってますという皆さん。私は頂上の能力者ではありません。皆さんの3倍の時間をかけてゆっくりとメモを取りながら本を読んでる。それに過ぎないんですね。そんなシンプルなことがたくさん散りばめられてる。それが人生です。歌が上手い人、足が速い人、野球が上手い人、彼らは すべて、人の3倍から4倍の時間をその歌、野球、運動にかけているんでしょう。そういった想像力が大事です。今からは遅くないんです。そう。もう遅いと、まだ早いは40代には存在しません。今です。ここからです。何者にでもなれる。これを実行していただきたい。さあ行きましょう。 そんな中で、時間とお金と心に余裕を持つんだという心の準備、今できたと思います。よし、今からやってやろうじゃないかと。もちろんこれが40代の方じゃなくて、30代の方でも20代の方でも、この心構えはとても大事な心構えになるので、ぜひインストールしていただきたいと思っております。まずは人付き合いについてです。人付き合いについて、これは40代では絶対にやらなきゃいけない。 そして20代、30代でもぜひやってお,いておいていただきたい。こういうことを教えておいただきたいと思います。それがですね、尊敬する人の話を聞こう。これでございます。なるほどと。いや、もうそれ言われたらまさにそうですよねというふうに思うと思うんですけども、どうでしょうか尊敬する人の話を一番耳に入れてますかこれです。実は尊敬していない人の言葉を大量に聞く毎日を過ごしてませんか私もかつてそうだったんですよ。 俺はいつかよ、こんなことしてやりてんだけどよ。ま、今は無理だけどな。ああ、ギャラー、上がんねえかな。愚痴もう無理だって、俺たちなんて。何やったってしょうがねえじゃねえか、こんな状況でよ。職場が悪いよ。上司が悪いよ。愚痴尊敬できない先輩の、聞くに耐えない愚痴を毎日聞いてらっしゃる方に秘宝です。 皆さんは囲まれている人たちの平均でできています。なんと、つまり尊敬できない人たちに囲まれているという状況であるのならば、あなたはおそらくその他人たちの平均を取ったような人間になるでしょうということを言われてるんですよ。種に交われば赤くなるであるとか、いろんな言葉があると思います。吐き溜めに鶴なんだよ、俺は。吐き溜めに鶴だよ、私は。と思いたいところですが、 社会学的、人間学的に、データ的に言うとですね、人はその交友関係や人間関係の平均値になることが多い。つまり、ものすごく一流の人たちに囲まれている人たちは一流になる可能性が高い。なぜだなぜだと思いますかそれは普段から耳にする考え方であったり、目にする行動であったりという中に、 なるほどなと思うところがたくさんあるわけですよ。そして自然と取り入れるようになると自分自身は変わりやすくなるわけですね。ところがどうでしょう毎日愚痴を言ってる。毎日。ねもう飲んだくれてもう何も真面目に仕事をしないというのが当たり前の職場だとしたら一人真面目に頑張ると嘲笑の的になるんですよね。おい、どうしたんだよ。そんなに頑張っちゃってどうしたのおい、おい、俺たちと一緒にさ。 遊ばないかって、そういう誘い受けたことありませんか私もどこでとは言いませんけどもですね、非常にしんどい職場っていうのがありました。向上心はないのかと、私はぶち切れておりました。なんださ、もう先週も同じ企画だったぞ。同じことをやってたんだ。同じような VTR を毎週毎週見る楽屋の中でしてる話といえばなんだ やれ、どこどこの野球選手が今週は打っただの、打たなかっただのやれ、どこどこのゴルフ場は気持ちいいだの、気持ち悪いだのそんな話をするために俺はここに来たんじゃないぞゴルフの話、野球を見た話、それもいいかもしれない。だけど仕事が充実してないんじゃないか。どうするんだそれに囲まれた時僕がストレスでした。しかし環境を変えたんです。ものすごい一流のビジネスマン。 社長、インフルエンサー、そういった人たちに会って、ま、圧倒的な刺激を受けました。とにかく林が早い。目が生き生きしてる。その上でアイディアが溢れてる。すごいじゃないか。取り扱ってる商売のビジネスの金額も違う。僕が自分の中田君は今何に一番興味があるんだいって言われて、僕はこんなことに興味があります。否定されない。いいじゃないか。やってみろよ。って言われるんですね。 だから嬉しくて自分もやってみる。そして報告する。面白いこと考えてるんじゃない。じゃあこんな風にしてみたらどうだいアドバイスまでくれる。最高だ思いました。そうじゃない時は、おいどうしたのらしくないじゃん。芸人らしくないことやっちゃってどうすんの芸人はこれだけやってりゃいいんだよ。俺たちはこれだけやってりゃいいんだよ。押し込めて、押し込めて、押し込められてた。しかしそうじゃないことに気づいた。何が違ったか。環境です。人選です。人なんですよ。 自分が聞きたいことを言ってくれる人。自分がすごいなぁと思ってることをやってる人。その人のところにぜひ行ってください。話を聞きに行くのも素晴らしい。直接行動が見れたらなお素晴らしい。そういうところに行くことで全然違う人生観がインストールできます。これは40代ではマストでやってください。これを30代、20代からやれたらより良いということですよね。尊敬する人を見つけてください。います。 尊敬する人が地球上にいないんだとしたら皆さんの目が不思穴なんですね。なぜなら人類はまだまだいっぱいいるからです。すごい実績を出してる人たくさんいます。いろんなあらゆるジャンルでいます。いろんなジャンルで社用産業だろうが成長産業だろうがパイオニアと言われる人たち諦めない人たちいっぱいいます。 すごい人ってのは確実に存在しています。その業界に一人か二人は英雄がいるもんです。その人のところに行って話を聞いて行動を見てください。全然違う人生になると思います。そしてもう一つお勧めするのが、第三の居場所を持つ。これは最初に言った尊敬する人に会うとも非常に通じる世界なんですけども、第三のというのはですね、第一が家庭、第二が職場と仮定した場合ですよね。 えー、まあ、家があるわけですよね。まあ、家族がいる。まあ、親と一緒に住んでいる方もいるかもしれません。えー、パートナーと一緒に住んでいる方もいるかもしれません。まあ、基本的には家庭というものがあるわけですよね。もちろん独身の方もいると思いますけれども、その家というパーソナルスペースが第一の居場所だとしてですよ。家とか家族とか親族とかそういうところですね。第二の場所が職場であったり、学校であったりすると思います。でもこの2点しかない場合はですね、非常にもったいないんですね。なぜかというと、 家族及び学校や職場というのは似た人しか集まらないからなんですよ。学校は知見を受けた同じ年代ぐらいの人たちが同じ住環境近くに住んでますよね。ご近所もそうですよね。似た環境だと思いませんか職場も。そうなんですよ。普段同じような人たちとしか話してない。これものすごく損なんですよね。 ここでサードプレイス。第三の場所。このコミュニティに入り、違うところを経験することによって、あ、そんな考え方あるのと。そういう風うなことをやってる人もいるんだと。いうことが経験できる。そして、第一の場所、第二の場所では、表現できなかった自分のやり方。ちょっとおかしいんじゃないと言われるような大胆な行動というのも取れるようになるわけですよね。なので、このサードプレイス。 第三の居場所を持つというのは若い頃からぜひやっていただきたいし、40代ではマストで持っといていただきたいということなんですね。実はこの著者もですね、オンラインでコミュニティを作っています。で、僕自身もオンラインでコミュニティを持っています。はい。で、このオンラインでコミュニティを持つっていうことの意味なんですけれども、作ったことない人、入ったことない人によっては想像しづらいと思うんですけども、もう一番の効果がこれなんですよ。 普段の第一と第二の場所では表現できなかったこと、出会えなかった人、そういう人に出会えたり、そういう行動ができたりするっていうことなんですね。これがですね、圧倒的な刺激と、さらには安心感ももたらしてくれる。そういうことなんですよね。えー、職場しかないと、家庭しかないといった場合に選択肢があまりにも少ないです。 出会える幅があまりにも少ないからこそですね、そこでもしレッテルを貼られたら、もしミスをしてしまったら、逃げ場のない状況に追い込まれることがありますよね。ですが、サードプレイスを持つことによって、全く違う自分もいていいんだということで、回避できる。ねえ、風通しが良くなる。そういうことがありますので、ぜひね、えー、それ必ずしも中田のコミュニティじゃなくてももちろんね、大丈夫ですから何か見つけると。ですが、私はお勧めしたい。 私のコミュニティが最高だとこれに関してはもう手前味噌ですけれども私の中田敦彦のプログレスこれは最高でございますサードプレイスを私は5年前からもうコツ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 とシンプルな原理で作ってきました私のコミュニティの最大の原理が人は何者にでもなれるいつからでもですこれによって作ってきたコミュニティですから最強でございます現代のテクノロジーとうまくハイブリッドさせながら全ての人たちがやりたいことができるような環境を作ろうということで5年 今、5000人を超えるコミュニティになっておりますので、ぜひおすすめでございます。この著者のコミュニティをおすすめせずに中田のコミュニティを押すのはなぜかそれは私の動画だからです。著者の方、すいません。そういうことですよね。ありがとうございます。ね興味ある方は著者のコミュニティもぜひチェックしていただければと思います。そんな中でですね、まあ、人付き合いの中で、基本原理なんですけども、信頼と信用を貯めよう。これなんですよね。 確かにこれってよく言われるけどななんじゃないのともうちょっとなんかうまくお金をさ稼げるようにしたいよねって思う方いるかもしれないんですけどもこれ著者言ってるのはですねまず信頼と信用なんだとマネタイズを焦るんじゃないともうお金欲しいお金欲しいって言って人に近づいた時にですねどうなるかというとですね面倒くさがられます。 しんどいんですね。お金を欲しがってる人に近づかれるのは。それよりも、まずは、非常に、その人間関係を有益なものにするところから始めるんだと。まあ、この本の著者はですね、まあ、ブログを書き始めて、ツイッターやブログっていったところから情報発信を始めて、フォロワーの数を増やして、で、自分の中でここだというタイミングでマネタイズしていったということがあるみたいなんですね。でも、そのマネタイズのタイミングをなるべく後にずらしていったと。なぜか。 それはですね、マネタイズのタイミングが早ければ早いほど信頼を構築することがですね、えー、でききれてない時に始めちゃうからなわけですよね。そうすると、あれというふうになっちゃうわけですよね。まず信頼をしっかりと構築するんだと。つまりこのブログの中身、まず無料ですごく質のいいものをお届けし続けると。 そうなって、ああ、君は質の良い,いものを届けるんだな、ということが心から分かち合えたときに、これを仕事にしたいんだ、有料にしてもいいだろうかということで、有料記事を共通のね、理解ができてから有料記事をアップしたり、仕事にしてもらいいかなというふうにしていったと。これでもね、非常によく分かるんですよね。あの、僕のコミュニティとかでもですね、やっぱりすごく素晴らしい人っていうのは、基本的に惜しみなく自分の能力っていうのを披露していきます。 そうすると自然とですね、一年ぐらいするとですね、それが仕事になってるって人いるんですよ。逆に、入ってきてすぐにですね、仕事に繋がりたいって人は大体すぐ辞めてきます。これがね、すごく不思議なんですよ。でも、その、戦略的にやってるというよりは、本質的なものを見てるんだと思うんですよね。なんでかというと、 その自分にできることで貢献しようっていう思う気持ちっていうものをやっていったらですね、最終的には相手のですね、信頼がひたひたでまで溜まってるとですね、無料ではもうもらいたくないとなってくるんですね、相手がね。いや、もうこれは無料でおかしいことになるからちょっと払わせてくださいと。だんだんそうなってくるんですね。向こうに払わせてください状態に持っていくっていうことがあるわけですよ。 まあ、もしそうならないのであれば、その人とニーズが合わなかったというだけですけども、大事なことはですね、一番大事なのは信頼だということだと思います。ねだからですね、お金にするかしないかって難しいところなんですけども、大事なのは信頼を先に作る。そして信頼が先にできていたら、お金のやり取りも堂々とやることができるよという感覚を味わうことだと僕は思うんですよね。うん。 ななのので、で最初からお金の話をしない。これポイントです。そしてそのギブアンドテイクなんですけれどもここがポイント圧倒的なギブから始まろうと。ギブから行くんだとお金と時間はこれに投資せよこれだよね使い方でございますシンプルな原理でコツコツ努力する早寝早起きで腹八分朝活3時間波風は立てていいんです 自分のやりたたいことを貫く時が今来たんですそれが40代なんですライフスクールプログレス限定イベント番組観覧エキストラ出演日本中世界中から年齢も職業もさまざまな仲間が5000人以上集う人生の学校中田敦彦をもっと応援したい人も中田敦彦に夢を応援された人も きっと居場所が見つかる入学30日間無料キャンペーン中人は何者にでもなれるいつからでも次はあなただ